はい、じゃあ次行こう。じゃあ次は。そうかもしれません。でも、私気が気じゃないんです。責任感じちゃって。気が気じゃないっていうのはもう気になってしょうがない。心配ですというフレーズですね。気が気じゃないと言います。気が気じゃない。はい、気が気じゃない。とても心配なこと。気が気じゃない。とても心配なの。気が気じゃない。うん。はい、どうして責任を感じるの？お母さんだから。お母さんだから、その通り。そうだよね。あの、しかもお父さんは魔女じゃなくてお母さんしか魔女じゃないんだよね。まあまだあの分からないけど、この後分かってくるんだけど、うん、うん、まあだからちょっとこの後説明が入ります。母さんと呼ばれている女の人の声が少し高くなりました。もうお分かりでしょうか。この家には魔女の一家が住んでいるのです。と言っても母さんのコキリさんは長い伝統を持つ正真正銘の魔女ですが、父さんの沖野さんは普通の人間です、うん、お父さんは人間でわからない。だからお母さんが責任を感じるんだね、うん、私が頑張って娘を導かないとと思ってるのね。はい、お父さんどんな人？民族学者で妖精や魔女についての伝説や民話を研究している人です。そしてキキはこの二人の間に生まれた今年13歳になる一人娘なのです。はい、この一人娘知ってる？うん、この二人は一人子供しかない。その通り、二人は子供が一人しかいないこと、うん、はい、一人しかいないことを言います。はい、男の子だったら一人、あ、娘じゃなくてそうそうそう、え、あ、思い出せないOK、むすまで一緒だよ。あ、息子、そう二人息子、はい、息子でね、いいね。今こうして3人が話し合っているのはキキの独り立ちの日をいつにするかということなのでした。はい、見て、ずっとのですが続いているの気づいた、うんうん、なのです、はい、なのです、うん、はい、一人娘はなうんだからながいるでしょ。一人娘なのです。それからこと、ことも なうんだからことなのでしたになってる。ながいる。はい、独り立ちの日は何だと思う？独り立ち、一人生活する。そうそうそう、はい、独り立ちがねこの物語の全体のキーワードです。お、はい、はい、あのもちろんそのままの意味だよね。あの一人で立つ一人で立つから独り立ち、はい、でも意味は being independent、 独り立ちをする日、うん、だからこの文から分かるのはキキさんという女の子13歳が今から独り立ちをするというのが分かる、うん、どう思った？若い若いよね13歳で独り立ち、はい、とってもびっくりするでしょうはい、じゃあちょっと読みましょう。続きます。人間と魔女が結婚をして生まれた子供が女の子の場合は大抵魔女として生きていくのが普通でした。あのね、今私思ったの一瞬、人間と魔女が結婚するってことは、あの魔女男の人はいつも人間なんだって思ったんだけど、当たり前だよね、うん、魔女はいつも魔女だから、うん、女の人だから魔法使いがいないんだね、
はい。おお。魔法使いと魔女っていうのがないみたいですね。ハリー・ポッターじゃないです。はい。はい。生まれた子供が女の子の場合は、大抵魔女として生きていく。つまり、魔女になるということね。でも、たまには嫌がる子もいるので、10歳を過ぎた頃、自分で決めて良いことになっていました。嫌がる子。この文法わかる？嫌がる。やはり、忘れました。忘れました。意味は何？嫌がる。嫌、嫌だ。そうそうそう。好きじゃない。その通り。はい。嫌だ、嫌だ、嫌だ。はい。嫌な、dislike だよね。dislike という気持ちをアクティングしてるってこと。はい。アジェクティブプラスガルという文法です。アジェクティブプラスガル。はい。嫌だ、嫌だ、嫌だ。というアクションをしてたら、嫌がる。でもね、よくね、テイルフォームを使うんだけど、嫌がる、テイルフォーム。嫌がる、テイルフォーム。そう、嫌がっている。嫌がっているっていうふうによく使うね。はい。例えば、欲しい、欲しい、欲しいとアクションしてたら、欲しがる、欲しがっている、安住さん欲しがっています。安住さんがもっとフォロワーを欲しがっています。はい。みんなフォローしてください。とかね。あとは、寂しい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 。寂しがる。いいね。あと、嬉しい、嬉しがる。嬉しい、嬉しい。嬉しがる。はい。とても簡単です。ドロップイ。はい。で、ガルができます。よじゃあく、ここはマチョにな、なく、うん、なく、うん、なりたくない。そう。そう。魔女になりたくない子の話。大抵は魔女になるんだけど、なりたくない子がいたらどうするの？はい。10歳を過ぎた時、自分で決めて良いことになる。他の、まあ、魔女じゃなくそうて、そう他そうのそうそう。そう。つま人にり、なる。魔女じゃなくていい。魔女にならなくていい。つまり、私魔女になりませんって言っていいよ。ってことね。はい、いいですよ。じゃあ、続きはどこだったかな？はい、ここだ。もし魔女になると決心がつけば、直ちに、はい、すぐにね、お母さんから魔法を教えてもらって、13歳の年の満月の夜を選んで独り立ちをすることになります。はい。決心何？決心を、determine。 その通りだね。はい。心を決めることです。はい。つまり魔女になると決めることだね。この、決めること、大きな決めることをよくね、決心をすると言います。だから、ビッグディシジョン。はい。決心をする。大きな決断。決定。例えば、私は日本で住みますとかね。これは、日本に住む決心をする。と言います。日本に住む決心をする。はい、いいです。今どこだったかな。決心がつけば、直ちに、すぐにお母さんから魔法を教えてもらってってなってるでしょ。ここどうしてもらうになってるかわかる？母さんからもらって receive from the mom。 そうそうそう、レシーブするからだよね。で、この文の全体のサブジェクトは、
娘でしょ。はい、だかそうら、お母さんはサブジェクトじゃないんだよね。だから教えるだと文が成り立たないの。So we need to change the like verb for like along to the subject view. That's why ん。テフォンもらうあげるくれる is really kind of very helpful to you go line up with the subject. 教えてもらって選んで独り立ちをする。はい、この3つのアクションね。教えてもらって、はい、日を選んで、それから独り立ちをすることになる。はい、そのプランになるってことね。この魔女の独り立ちというのは、自分の家を離れ、魔女のいない町や村を探して、たった一人で暮らし始めることです。大変だね。魔女がいないところに行かないといけない。もちろん、小さな女の子にとってそれは大変なことだったのですが、また説明するね。ノーです。今では魔法の力も弱くなり、数もめっきり少なくなってしまった魔女たちが生き残っていくためには大切な習慣なのでした。はい、またなのでした。ずっと説明してるでしょ。習慣、ナウンだからナが入ります。一つでも多くの町や村に、そして一人でも多くの人に魔女がまだちゃんといることを知ってもらうためには、いい方法でもあったのです。はい、また最後も「のです」になってるね。はい、じゃあどうして他の町に行くのが大切なの？今、魔女の魔法力が弱くなるし、魔女の人数は少なくなるし、だから、他の、魔女がいない町に住んだら、もっと人が魔女のことを知らせる。そのために、魔女のいない町に住むことになる。つまり魔女が減っていて、魔法も弱くなっていて、あんまり魔女を知らない人がたくさんいるみたいだね。知らない人がたくさん増えてる。魔女を知らない人が増えてる。でも、それに対してそれでいいですって言うんじゃなくて それじゃダメです。知ってもらいたいですって思ってるんだよね。っていうのがわかる。あ、なんだ、魔女はみんな知ってもらいたいんだというのは面白いなと思った。人間の世界では私たちの世界ではね、魔女は本当にもうね、ダメなものと思われてるよね。知られたらもうおしまいです。危ないです、危ないです。はい、そのためにこの独り立ちはいい方法なんだよ。みんなが知ってくれるからとてもいい方法だと言ってます。はい、じゃあ続きを読むと、キキの場合も10歳の中頃魔女になる決心をしたのですが、その後すぐコキリさんの持っている魔法を習い始めました。一つは薬草を育ててくしゃみの薬を作ること、もう一つはほうきで空を飛ぶことの二つでした。薬草を作ることとほうきで飛ぶことを教えてもらったよ。それでほうきで空を飛ぶのはすぐ上手になりました。ただちょっぴり大人になりかけでしたから、飛んでいるといろいろなことに気を引かれてしまうのです。気を引かれる、こう引っ張るってことね。何かが機器を引っ張るの。だからその注意が持っていかれるんだよね。注意を引くとか言いますね。だから何かが気になっちゃうのね。だから例えば鼻の脇によく出る大きなニキビのこととか、友達の誕生日に着るドレスのこととかが気になる。はい、そうなるとどうなる？すると大変、
ほうきは急に落ち始めます。ある時は初めて着たレースの下着のことばかり気にして、ほうきが落ち出したのも気づかずに電信柱にぶつかってしまったのです。はい、またここも「のです」になってるね。説明してます。どうやら飛ぶ時すごい集中しないといけないんだね。 他のこと考えちゃダメなんだけど、でも他のこと考えちゃって、でももう集中してないから落ちてるのに気がつかなくてぶつかったんだね。はいはい、ぶつかってしまった。はい、ほうきはめちゃめちゃに壊れ、キキの方は鼻の頭と両足の膝小僧に合計3つもコブを作ってしまいました。はい、しまったしまった、2回てしまうが出ましたね。はい、予定してない unplanned result ですね。はい、てしまうを使っています。それで母さんのコキリさんが高い木を選んで鈴を取り付けたというわけなのです。はい、それでっていうのはさ、よく「then」みたいな感じで言うけど、今ここで「それが何言ってるかわかる？どうして、高い木が鈴がそうあそうるんそですう、か？そう、キキが 他のことに気になって飛ぶのが低くなっちゃうから、お母さんが鈴をつけたのね。はい、わけというのは理由のことね。という理由なのです。はい、ここもエクスプラネトリゾーンですね。キキがついうっかりして低く飛んでも足が鈴に当たれば音で気がつくようにお母さんが鈴をつけたよ。この頃では鈴の鳴る回数はめっきり減っています。よかったね。キキ成長しています。はい、ところがもう一つのくしゃみの薬作りはどうもキキの性に合わないようです。うん、性に合わない、好きじゃない、気が短いというのでしょうか。薬草を育てて葉や根を細かく刻んでじっくり煮詰めていくことがどうしても上手にできないのです。育てることがまず草を育てます。それから草を切ります。それ切かりらます。草を煮ます。煮詰めますって書いてあるね。煮詰めて。はい、この3つが上手にできない。苦手なんだね。そしたらお母さんこう言います。また一つ魔法が消えちゃうのかしら。とコキリさんは嘆いています。はい、嘆く、悲しい。すごく嫌だと思ってるんだね。昔、魔女といえば、いろいろな魔法を使うことができました。それが、いつの間にか一つ一つと消えてしまい、今では正真正銘の魔女のコキリさんでもたったの2つしか使えず、その片っぽをキキが嫌がるのですから無理もありません。はい、コキリさんもたったの2つしか使えない、使えずというのは使えないということね。お母さんも魔法が2つしか使えないのに、キキが1つしか使えないかもしれない。だから心配してるんだよね。はい、キキが薬草作りを嫌がっていますね。また出てきたね、嫌がる。嫌がうる？ん。だってさ、はい、だってさ、知ってる？でさ、してます。でも、だって そう、理由とかそう、ね。理由を言うときに使います。そう、理由を言うときの一番初めね。コースみたいな感じだね。B がないやつね。コース。お鍋をかき回すより、と空を飛ぶ方がずっといい気持ちなんですもの。はい、キキは「だってさ」って言ってるでしょ。説明だよね。だからもちろんキキも「んだ」を使います。なんですもの。 はい、いい気持ち、なんですもの、気持ち、な音なので、ながつきます。な、んだ、です。なんですもの。キキはケロリとしています。はい、気にしてません。そうなると沖野さんがコキリさんを取りなします。かわいそうだからね、嘆いてるから。まあしょうがないじゃないか。しょうがない。そのうち消えた魔法がまたできるようになることだってあるかもしれないよ。ポジティブ。それに黒猫だっているじゃないか。あ、黒猫がいる。うん、
昔から魔女には黒猫がつきものでした。いつも黒猫が一緒ってことね。これも一つの魔法と言えるかもしれません。うん。キキにもジジという名の小さな黒猫がいます。コキリさんにも昔はメメという黒猫がいました。はい。今いないんだね。魔女のお母さんは女の子が生まれると同じ時期に生まれた黒猫を探して一緒に育てていきます。その間に女の子と黒猫は二人だけのおしゃべりができるようになるのでした。お父さんが魔法と思ってるのはこのことね。黒猫とお父さんはしゃべれないけど、キキはしゃべれるから魔法だと言ってる。やがて独り立ちする女の子にとって黒猫はとても大切な仲間です。悲しくても嬉しくても分かち合えるものがいることはとても心強いことなのです。はい、アジェクティブが続くときにアジェクティブの手フォームがあるね。悲しい、嬉しい、だから悲しくて嬉しくて。でも強調したいときにね、こうやってスモールツを入れます。悲しくても嬉しくても、はい、意味ないですよ。強調したいだけ。うん。だってここだと悲しくってものところ小さくなってるのに嬉しくてものところなってないよね。本当にあまり意味はないんだけど、はい、今回はね、悲しい時も嬉しい時も分かち合える、はい、さっき練習したよね、笑い合う。ここは分かり合うから分かち合うという言葉になってるね。うん、一緒。ジジもキキが分かるし、キキもジジが分かる、二人ともという意味です。はい、やがて女の子も成長し猫に変わるような大切な人ができ、結婚ということになると黒猫も自分の相手を見つけて別れて暮らすようになるのでした。最後ものだ。はい、全部説明ですね。どんなこの話、このワールド、この世界だよっていうのをずっと説明してましたね。はい、5分オーバーしたけど無事第一章が読めました。頑張りました。